2017年1月1日日曜日、0時35分です。新年明けましておめでとうございます。おもちゃの国アリス店主のレイと申します。はい、ということでいきなり時計のスタートでしたけど、2017年度、とうとう年明けましたね。ということで、新年のご挨拶という動画とさせていただきたいと思います。はい、ちょっと前だね、ほんの数時間前に、2016年、ありがとうございましたと、で2017年もよろしくというような感じの動画をアップしてありますが、多分この動画は1月1日にしっかり上がってると思います。はい、頑張って編集します。はい、ということで、今後の抱負っていうかね、今後やっていきたいことではないですけど、その辺の話を軽く、年明けですぐダラダラ喋るのもって思いますんで、軽く話させていただきたいと思います。とりあえず2016年度中にちょろちょろってやってた番外編ですね、あれをもうちょっと頻度を上げようかなと。結構なんていうんですかね、なんか簡単にちょっとやってポッと出せるみたいな、そんな感じの動画を出してるのも結構面白いかなという気もしましたんで、もうちょっと、その辺のね頻度を上げていきたいかなと。ただ内容はまあいつもの通り据え置きな感じでやると思いますんで、過度な期待はしないでくださいという感じでしょうかね。あとは、完全に私のね、ちょっと これぐらいかな、可能性としてはもう本当にこれぐらいかな、この可能性があるんですけど、コラボみたいなのやってみたいなっていう気持ちはあるんですよね。他の方とコラボしてみたいなっていう気持ちはあるんですけど、私の仕事の関係、あとは住んでる地域っていうかね、その辺の関係で非常に叶わないと思いますので、夢的な感じかなと思いますけど、ちょっとコラボみたいなね、いうのをちょっとやってみたいなっていう気持ちもあります。まあほぼ叶わないので、番外編が増えるだけかなという感じでしょうかね。はい、一応そんな感じで、2017年度も、頑張っていきたいかなと思っております。まあ内容は据え置きと、あとはもうちょっとね、もうちょっと最近思ってるんですけど、動画がね一本一本長えなっていう気持ちもしてるんで、もうちょっと詰めれるところは詰めたいかなと。でもう800回に近いんで、毎回の動画でね言ってる部分をもうちょっと削って、もうちょっと削ってね、もうちょっとコンパクトにまとめれたらいいなーと思ってますけど、すぐね、すぐさま動画としてギュッと短くなるってことはありえないと思うので、徐々に短くなってばいいかなーっていう感じですかね。まあ今までね20分25分とか撮ってたやつを突然5分にまとめろって言ってもそれはありえないと思いますんで、ものによって20分25分ぐらい、短くできるやつだったら多分15分以内とかで収めれればまあいいかなっていう、そんな感じでしょうかね。まあそれぐらいのことを2017年度やっていければなと。あとは、2015年16年もありましたけど、ずっとね、なんていうかね、365日、1年間ですね、休みなく、通常会を続けていくと。それだけは、必ずに近いかな、守っていきたいかなと思っておりますので、まあ、そちらの方も、やっていきますので、見ていただければと思います。それ以外に、番外編ですね、それをちょっと増やしていきたいなと。であとは、2016年度の方でアンケートを取った、一つですね、1個のアンケートのうち、その修理法ってやつですね、その修理法のやつをちょっと見たいという方が多数いたということで、やる方向にしてるんですけど、修理法以外に、ちょっとね、やりたいことがちょっと見つかったので、全部で3回とかね、に分けて、何々編、みたいな感じで、出せればなと思っておりますので、まあ、そちらの方もちょっと期待し、まあ、しなくていいね、期待しないでください。あ、やってるんだぐらいの感じで見ていただければと思います。はい。ということで、2017年の、初めのご挨拶とさせていただきたいと思います。で、いつもだとね、この辺の中で物をちょっと紹介したいとするんですけど、ちょっと今回ね、ちょっとね、用意がなかったんでね、何もなしということにさせていただきたいと思います。なので、一応この辺で締めさせていただきたいと思います。ということで、2017年度もよろしくお願いいたします。はい。で、あと、通常回ですね。もう、1月1日、
19時より、公開しておりますので、そちらの方も見ていただければと思います。はい。それではまた何かの機会でお会いしましょう。バイ。